ワイパーの中村です。鈴木です。はい、ということで、はい、久々じゃないこれちょっと。なんかなんだかんだ店舗も久々ですね。いや店舗も久々だし、なんかこの2人でやるのもなんか初心を取り戻すような感覚、これ懐かしいね。いいですね。っていうのもあれですよ、はい、最近あのプレゼント抽選企画の時のアンケートとかでも、はい、商品紹介をもっと増やしてほしいというリクエストが多数ありましたので、はい、ちょっとこれから本数を増やしていこうと、回数を。そうですね。ということで今回、中村鈴木2名で久しぶりにお届けしたいなという動画になっております。はい、はい、で、まあ、今回ご紹介する商品が、まあ、2つほど。そう、2つあるんですよ。ブランドがですね、2つ。しかも今回はノーミリタリーです。はい、そうなんです。珍しく、はい、ミリタリーじゃないものをちょっとご紹介していきましょうということで、はい、まず1つ目、はい、まあご覧の通り今この2つもうペアルックのようなザ・アメカジ、はい、ね。そうですね、パーカーにデニムに、はい、スニーカー、今日自分もバンズとかちょっと珍しく、まあ、自分のだけどね、このそう履いてきました。はい、でまず1つ目がこのデニムパンツなんですよ。はい、つい最近ですねオンラインの方にアップされたので、ご存知の方もいるかもしれません。はい、はい、こちらがバーバーというデニムブランドになります。はい、でこちらまたごめんね、続きしゃしゃりますけど、はい、これアップされた時がブッバっていうブランド名でアップしたんですよね。はい、BUBBA っていう、そう、続きですね。でつい先日、まあ、この収録の日にバーバーと修正したんです。はい、この経緯がまああの単純にその BUBBA ってブッバって読むんですけど、はいはい、まあ、一応英語発音だとですねブワバーなんです。バー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 そうだからね、日本で、まあ、数少ないその情報の中ではバーバーとブッバって両方混在してて、はい、なんか自分もそれ知ってたんですよ。ただなんかこう諸説あるときにどっちがいいかなと思ってブッパの方がかっこいいっていうなんか響きが、それでブッパ、そうそう、だからブッパで行こうっつってその出品する担当者に言ったら、やっぱ鈴木、うちの鈴木がそれを許してくれなかったです。正確に言うとバーバーが正しいのでバーバーにしてくださいっていうことで、はい、僕は余計なこといやいや、さすが鈴木です。いやでもそういう経緯があったのちょっと僕知らなかったなんですよ。だからこれ、ただこの言葉自体も実はあれらしくて、あのアメリカ南部の方の地方の特有の方言みたいなものなんです。あーですね、なんかだからバーバーとかいう、そうそうそう、ところもあったなんかブラザーという意味なんですよ、兄弟、よう兄弟みたいな、うん、それの方言バージョンで、なんかそれがなまってなのかなんのかでバーバーになって、うん、っていう言葉がブランドの名前になってるっていうだけ。はい、そうですね、そうなんですよ、ババブランド、そう、ババブランド、はい、まあ通称ブッパでも両方多分ネットで調べると出てくると思います。はい、でこのブランドがどんなブランドかと言いますとね、これがアメリカ南部のテネシー州の場所で、はい、ナッシュビルだとか、ね、ナッシュビル、はい、そう、あのナッシュビルってどういう街か知ってます？なんだろう、でもなんかあの軍物のつくを作ってる工場があるって聞いたことある。そうそう、あのほらそれこそアメリカ海軍に納品の実績が結構あるシーファーラー、はい、これもね読み方いろいろ諸説あるから俺はシーファーラーって言ってるけど、はい、そう、そこと同じ場所にあるからそこと由縁があるんじゃないかなって言われている。まあ同じ工場なのか同じ地域だからそう言われてるのか分かんないですけど、はい、なんか由縁があるという形 で、まあ、そこあれなんですよ、鈴木がいつも俺にクイズしてくるじゃないですか、はい、どんな街って。ああ、なるほど、そうそうそう、はい、そういうことちょっと やってみたきゃ。なんか音楽の街らしいよ。あ、そうなんですね。そう、で特にカントリーミュージックの聖地らしくて。ああ、じゃあまさにそのアメリカ南部っていう。そうそうそう、だからフラッシャー、これフラッシャーがついてるんですけど、フラッシャーには男の人が2人描かれてて、まあ、まさに兄弟っていう感じで、しかもなんかちょっと個人的にはヒップホップを感じるようなデザインが分かるよね、はいはい、なんとなくね。そう、あれちょっとそれは一瞬思ったんですね。結構その90s のヒップホップとかの、そう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 、なんていうか国産で安く買える、そう、まあ、街 の、 その作業着を着るみたいな。そうそうそうなんです。で音楽の街で特にカントリーミュージックの聖地で、これ調べてたらちょっと後で皆さん見てほしいんですけど、なんか1975年に放映された映画でナッシュビル、それこそそのまんまがなんかすごいカントリーミュージックを舞台にしたミュージカル映画みたいな感じで、めちゃめちゃポスターが可愛いんですよ。マイクがこうキャラクターになったみたいな感じで、なんかデザインで使えそうなぐらい。だから俺の大好きなあのマッシュ、はい、1970年のあの映画、あれのポスターって結構パンチがあって可愛いんですけど、あれに似たようなニュアンスだから、なんかやっぱあの頃の年代の映画のポスターって可愛いですね、デザイン。ちょっとそのカートゥーンとかそういうのもありつつ、そうそうそう、なんかすごい今で T シャツとかそういうスウェットとかにプリントしたら絶対いいだろうなと思うようなデザイン性、うん、はい、ちょっと今度見てみてくださいおすすめです、マッシュもナッシュビルも、はい、で、まあ、このババブランドなんですけど今はもう現在なくなっちゃってる、はい、そうなんですよ、80年代から約90年代、20年ぐらいの間に製造されてた
メーカーで、はい、ただこれも不思議でいろいろ調べたけどこのパンツしかたどり着かない、あ他のアイテム分かんない。だから本当にこれだけを作り続けた20年だったのか、実は他のラインもあったけど、はい、これにだけが残ってるのかっていうのがちょっともう情報が分かんなかったです、うん、知ってる方いたらください情報、はい、って思うぐらい。でまあ、その当時のものが、デッドストックで新品で未使用品のフラッシャー付きで、まとまった数入ってきました、はい、でこれねやっぱあの自分が松坂世代なんでやっぱ若い全盛期をストリートファッションで過ごしただけあって、うん、なんかね懐かしい、ね、わかりますかね、太さといいこのストーンウォッシュのこの絶妙なブルー、そうなんだろうな、最近でそのデニムイコールヴィンテージのデニムのイメージ強いじゃないですか、けどこれってやっぱ全然違くてなんかストリートファッションのデニムなんですよ、うん、そうですね、まあ、まさに時代的にもそういった背景があると思う。だからこういうラフな感じで合わせるのにリーバイスのヴィンテージはちょっとなっていう時にこれめちゃくちゃなんかハマる、うん、ね、まあ、ファッションとしてのジーンズ、そうそうそうなんですよ、だから、まあ、ワークウェアですけど、まあ、ワークウェアをファッションに落とし込んできたような時代に出た、うん、当時のアイテム、おそらく当時は絶対その日の目を浴びてないですよね、まあ、正直 そうかもしれないですね、まあ、なんていうかやっぱこう不思議なものでこう年代を経て後にこうやって光を浴びるっていう面白いですよね。まあでもまさにこう今がやっぱりそのリバイバル、リスクリバイバルっていうのもあって、まあ結構こういったスタイル、まあ特に若い子とか古着最近着てる子多いと思うんで、すげえ相性いいと思うんです、こういうようなスタイル結構多いんじゃないですかね。いやすごい、なんかストリートジャックブーンの表紙を飾ってるそうなこのスタイリング、グレーのパーカーに、まあどうでしょう、僕とかも結構中学生ぐらいでこんな感じなんで、いいよね、いやなんかいいです、なんかスケボー持ってそうだもん、チャースみたいな、はい、懐かしいですね。いやそういう感じでなんか40代50代の人には懐かしいと思っていただけるし、若い子にとってはもう逆に今にハマる一本になってるんじゃないかなと思います。そうですね、まあ、あのちょっとファッションのご紹介なんですけど、うん、僕が着てるのはこれ34インチで、はい、レングス34、はい、で、トップスに合わせたのはですね、これ今もう完売しちゃってるかもしれないんですけど、ロサンゼルスアパレルの、肉厚のフーディーです、うん、で、靴はですね、まあ、まさにさっき、スケーターって言ってたんですけど、うん、まあ、このニューバランスのスケボーシューズですね、それを合わせて、うん、まあ、まさしく90年代のストリートファッション、はい、スケーターを意識して、ね、まさにだよね、はい、と言いながらも、まあ、ほぼ同じという中村トップスキャンバーで下がこれ32の32でしょ、はい、確かそうで2回ロールアップしてるかな、ちょっと大きめで、でバンズの赤とオーセンティックのザ・アメリカ人ストリート、はい、ね、けどなんか落ち着くすごく落ち着く、いいです、安心できる、はい、春先なんか遊びに行きたいなこの格好でっていう感じの楽ちん、はい、まあ、形も何気に、しかもこの若干テーパードしてるシルエットなんで、そうそう、あの渡りは結構太めで若干テーパード、まあ、横から見ると若干スリムかもしれないですけど、まあ、けどなんかあんまり裾はこうなんていうかゾロびかないというか、うん、かかとが落ちないというか、こんな風にしても大丈夫な、だからロールアップして履いてもらったら、多分商品ページで番長も履いてますけど36の34だったかな、まあロールアップで履いてますけど可愛いですよ、うん、なんかいい感じですね、そう、はい、いやそうなんですよ、はい、ババブランドということなんです、はい、そうなんです、だから春先におすすめのパンツ、なんか色味も春っぽいから、はい、ちょっと今回ミリタリーじゃないけどあえて押したいデニムパンツババ、はい、もしくはブッバ諸説ありますけど、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、おすすめです、おすすめです、はい、そしてはい来ました、はい、ですね、あのはいご存知の方多いじゃないですかね、これ動画で中村結構この黄色の色とオレンジと、あ、これがオレンジかと黄色かぶってます、はい、もうこれ実際私物でも3色持ってます、3色色違いでネイビーとぐらい愛用してたロトとのこのビーニーを好きが高じてスズキングさんが、はい、先日から靴下含めてですね、はい、取扱い開始しました、そうなんですよ、はい、販売開始ということで、はい、こちら、はい、早速購入しました、そうなんです、これ面白いんですよね、最初から3ロールぐらいしてある、そう最初からこう折り目が通常の 1回じゃなくて3回してあるから、はい、ちょっと浅めにかぶれるっていう、そして、これがですね、メイドインジャパンということ で、まあ、価格は割とお手頃なんですけど、うん、すごいこう品質が良くて、さらに日本製ということで間違いないです、はい、そうなんです、まあ、あのロトともともと靴下がメインのブランドなんですけど、まあ、こちらの、ニットキャップですね、あのすごいこちらも好評のアイテムで、コットンということで結構、暑い時期でもですねかぶれるので、
まあ、そうですね。中村もあの真夏以外は被ってるな。まあ、ニューエラのご存知のあのギャップが秋冬活躍してちょっとウールのあれは暑いかなってなったらこれが登場し始める。でこれコットン 100% だから本当に洗濯してずっと繰り返せるから、被っていくとちょっと伸びてきて洗濯するとまたキュッと縮んでの繰り返しでずっと品質変わらず使えますから、すごいおすすめです。まあ、アクリルとかウールとか冬はそっちの方が保温性はあるとは思うんですけど、うん、まあ、コットンなんでですね毛玉もできにくいし、まあ、あの常に、被っていてそんなにこう熱くならないので、うん、まあ、結構、着用できる期間も長い。いや長いです。でしかもこれちょっと商品ページではあのベーシックな被り方してるから、はい、ちょっと1個やっぱおすすめしたいこれこの被り方としてですよ。まっすぐ被って耳出すのもいいんですけど、はい、中村あえてちょっと左だけ耳隠すんですよ、こうやってこの被り方そうちょっと片方にずらすっていう、このなんかこれが好きでなんかそんなこだわり、そうそう、なんかだからあのちょっとロトと買ったお客さんやってみてほしいですあれこれちょっとこういう格好してこういう被り方するとあれ中村っぽくないみたいなそれが嫌じゃない方はぜひちょっとチャレンジしていただきたいなというニット帽とその被り方です、はい、しかもブランドコンセプトが素晴らしかった、なんか一生愛せる消耗品っていうなんかブランドのコンセプトでなんかいいなと、日常に小さな幸せをプチハッピーよっていう感じだったんで、そのブランドのなんか背景もすごく共感できました。そうで、そのロトとの靴下もなんですけど、うん、あの結構見た目はすごいシンプルなんですけど、うん、そうめちゃめちゃ凝ってるんです。特にその裏側とかひっくり返してみてもらうと分かるんですけど、うん、とにかくその網とかもあのかなり丁寧で、あのなんていうかすごいこだわり感じられるので、うん、結構その写真だけだとですねなかなか伝わらないんですけど、はい、やっぱりその値段があのそれなりに貼るだけあってですね、すごく長く付き合える、靴下になっています。靴下でよくありがちな何回か洗って毛玉がついて、うん、もう伸びてここがね口がダメになるやつ多いけど、ロトとはそんなことはないってことか。そうなんですよ。なんであの、まあ、結構これはあの靴下も安いものをもう使い捨て感覚で、うん、回すっていうような人もいるかと思うんですけど、結構ですねああいうの1本持ってるとすごく長く履けると思います。確かに靴下今から大事だな、うん、結構値段、結構靴下は本当値段によってすごい品質って比例すると思うんですよ。他のブランドのでも結構持ってると思うんですけど、持ってる持ってる、やっぱスタンスとかは物いいね。いいものはやっぱなかなか丈夫というかへたらないです。あ、けど今日のこれこそほらリックスティック、あ、これこれもほらこういう、あ、こういうちょっとみいやらしいでしょこれ赤バンズにこのあえてドリップの白と赤を持ってくるあたり、まあ、けどこういう遊びもですね春夏は結構効いてくるじゃないですか。そうか、靴下は結構こだわったらすごい楽しいと思う、うん、いや楽しいと思います。ぜひもうこの B2 に関しても中村もう数年前から愛用してるので間違いないですけど、ちょっと今のスズキングの話聞いたら靴下も買ってみようかな、うん、いいと思います。まあ、あの今うちまだ取り扱ってる方数少ないんですけど、うん、また、春夏秋冬とですね新型をオーダーしてますので、まあ、随時入荷していく予定ですので、お楽しみに。そうなんです。でしかもあれですよね、スズキに教えてもらって初めて聞いたんですけど、これってあの毎シーズンちょっと色が変わっていってるんでしょ。そうなんです。なんであの、まあ、ベーシックなこの基本的なこのコットンのビニ自体は通年出てるんですけど、まあ、その都度シーズナルなカラーということで、新色が出たり追加されたりっていう感じ。だからこういうネイビーだったりこのマスタードチックな色だったりオレンジだったりのニュアンスがちょっと違うんですね。そうです、そうです。本気のオレンジはちょっとこうパステルカラーっぽい薄めの色だったりとかなんで、すごい巡り合わせだから、そう、その時にしかないカラーとかもあったりとかするので、うん、ビビッときた、まあ、その気に入ったカラーがですねあったら即即購入をお勧めします。まあ、黒とかももちろんもうすごく安定感ありますけど、こう差し色で明るめを入れていただくことをやっぱ仲間のしがちなんでお勧めしますオレンジオレンジ結構これはすごいあの iPhone 的な感じの、そうそう、第1回目の時かぶってたのこれだしね、うん、節目節目でかぶってる。でこのかぶり方ずらしてお勧めしますはい、はい、ということで今回は珍しくミリタリー以外の商品を深掘りしてみましたけど、はい、ね、まあ、こんな感じでまた商品紹介どんどんしていきたい。今後はですねちょっとフットワーク軽く、もうなんか気軽にねがっつりこれ深掘りしますよっていうよりはこんな感じでラフに喋れれば皆さんもそちらの方が喜んでいただけるならぜひそうしたいので、はいはい、リクエストあればそういう商品、これの商品紹介してほしいみたいなのあればスズキングでよろしくお願いします。よろしくお願いします。コメントお待ちしてます。はい、はい、ということで、今回の動画がですねもしよかったなと思う方はぜひグッドボタンをよろしくお願いします。はい、お願いします、はい、他にもですね SNS だったり、やってますのでチェックしてみてください。お願いします、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、はい、ということでまた次回お会いしましょう。さよなら、バイバーイ。